名前が出るたびに胸がギュッと苦しくなるんですけど、これって好きになっちゃってますか？スタさん助けください。ふざけんなよ。まあよく俺に DM を送ってくる気になったな。これぐらいの頭脳を使わないとな、このリーグオブレジェンド勝てないんだ。いやボワードバカウィーオッブやっていきます。意外とうまそうでしょ。こんにちは、どうも。お、なんかやってる。今スティールか。さすがにこれスティールするしかないか。立花ひなのさんだって。え、何する？誰と誰と誰が VS4？ 立花ひなのさん以外が分かんないよ、俺。キサラギレンって読むの、これ。かっこよ。あ、これ、スタサバ関係なく、いや、うんま。敵のやつとかめっちゃうめえよ。なんだ俺は。最近人のロール見んのが面白いんだよな。見るのが素晴らしく楽しい、最近。苦しんでる。苦しんでるじゃねえか。ちょっと雑談をしようかな、また。DM が溜まってきたし。最近の俺の悩みを教えてあげようか。なんか知んないけど、最近雷神のガチ恋リスナーが増えて、俺に相談が来る。配信者に声をしたことはないんですが、スタミさん。今回本気で声をしてしまいました。その相手は、雷神さんです、みたいな。なんで俺なんだよ。あの、告白クリップが効いたのかな。ギャップで雷神に落ちたんだな。いつもの、きっつい雷神が、中学生みたいな告白をして、落ちた女性がたくさんいる。俺を単純に相談先にするのはいいんだけどさ。まあ、俺を単純にそう、俺を見て相談してるっていう人もいるんだけど、ワンチャン俺通じて会えるんじゃねみたいな感じの文章のやつもいて腹立つんだよな。本当になんか、俺に相談したいっていう見方じゃなくて、単純に、こいつ利用したろみたいな内容の DM、こいつ、ってなるんだよね。雷神とのデートセッティングしたっつって、シャルル連れていこうかな。そういう輩には。アークをやってる時、DM とか見る日もあんまりなかったんだけど、めちゃめちゃ溜まってたわ。また雷神のガチ恋来たしな。ちょ、一個読み上げてやるよ。雷神のガチ恋。腹立つから。読んでやろう。ほんとだよ。んで俺に送るんだよ、バカが。最近ライ様の配信を見ている時とか、名前が出るたびに胸がギュッと苦しくなるんですけど、これって好きになっちゃってますか？配信者にガチ恋とかした時しんどくなるだけだから、配信見ないようにするのが一番楽なんでしょうか？ファンがいる立場の人を好きになったのは初めてなんですけど、どうすればいいのか分かんないです。スタさん助けください。ふざけんなよ。俺も配信者だよ。俺は何だと思ってんだよ。助けてくださいじゃない。お前気軽すぎだろ。どんだけ差があるんだよ、俺と雷神の。お前よく俺に DM を送ってくる気になったな。お前雷神のこと考えると胸がギュッとなるし、そんだけ雷神のことで頭が汚染されてる。スタミジャパンに DM 送るとき気軽すぎねえか。どうやって助けんだよ。俺が助けてほしいんだよ。バカ野郎が、バカ野郎がふざけんな。雷神とロイやってまだ好きでいられたら本物だな。ちょ、サイオン教えてお前ら、俺に。サイオンって何？サイオンって何？ミッドノーダイ。サイオンピックするとインティングサイオンをするなっていう忠告が来るんだけど、黙らしたい？いらねえだろ。おい！蹴散らしてやる。
おい、よし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 よ危ねマジで。お前この中で何やってんだ。味方が倒されました。何やこいつ、何こいつ、やばすぎる。ふざけんなお前、お前ずるいぞ、お前ずるいって。うーん、いいよ、これは逃げよう。一回ずるいぞお前、味方呼ぶなバカが。味方がタワーを破壊しました。ドミネイティング。お前それよこせ、お前よこせって。クソお前ら二人ともぶん殴りてえのに通常攻撃を入れさせろ。よしぞ、通常攻撃が入れればいい、通常攻撃を入れさせろ。よしよしよし、かえ、ダメージやば、なんだこれ、意味わからんぐらいダメージ出ちゃう。敵を倒しました。ゴッドライク、え、これいけ、やれ、敵を倒しました。あー惜しい、ナイス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 。夜も日の光を浴びる日だったのか。ダメージシャットダウン。よいやレディ、もっと奥行け。ブルー！ドゥケ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 でーす。ひたさんでーす。こっちだ。お前だよ。俺が行くのはな。ちで。スロー。倒されました。よし、今日は許してやろう。今日は許してやろう。今日は許してやろう。しょうがねえ。どれ？おい、シールドー、さよなら。あいつローかけて、バイバイ。お前、Q 使ったでしょ、フラッシュもないよね。追いつけないんだわ。じゃあねー、さよなら。お前はロールの何も知らないようだな。これぐらいの頭脳を使わないとな、このリーグオブレジェンド、勝てないんだ。いや、これがリーグ、リーグ、違う、リーグオブレジェンドじゃない。リーグオブレジェンド。レジェンドね。さあよね、一番このね、このゲームね、新しいジャンプやってる時一番楽しいからね。何にも変えられない、この感情。誰だ？危ねえ。危ねえ、死にかけた。死にかけた。当たるぜ！ボワー！ドバカ！わろた！わろ！ウィーオッブ！ウィーオッブ！おもろくて笑った。サモナーが退場しました。味方がタワーを破壊しました。楽しい、サヒョン。